はい、こんにちは、スクーティーワカメと申します。それではアイワナビザカーウィーですね、続きをやっていきたいと思います。前回下ルートをクリアしましたんで、今回はね右ルートをやっていきたいと思います。結構下が難しかったんで、右も怖いんですけど、まあやっていきましょう。スッスッと下に降りていく感じだな。はい、で、はい、いけっかな。あ、いけた。で、リフトに乗って、この類苦手なんだよな。さあ行こう。はい、前回よりリフトが遅い。さあ行くぞ。はい、早くて危ねえ。いやー、上下だよ最後。なんで上下張りってこんな難しいんだろうな。はい、よし、悔しいよ。はい、よっしゃ、やっといった。で、水がありますね。こっちは、あ、もう画面変わってすぐに針があるタイプ、すぐやられるからな。あう、あ、ジャンプできないのこれ。水の中スッスッと降りてくしかできない。ジャンプができないですね、マジか。はい、じゃあその状態でやってくしかない。え、あ、こっちはできん、え、あ、二段ジャンプしかできない。なるほど。はい、何もない。ねえ、上かよ。はい、こっちね。で、セーブが遠いでござる。あう、あぶね、よく避けたね今ので。これ一段ジャンプでスッていくしかないな。はい、にゃっ、いった、よっしゃ。で、はい、あう、はい、のどかだな、あぶね。はい、飛ばない。まあもうかかったらかかったでしょうがないな。はい、まさかのあそこの土台が落ちてくるから。あれ、にゃっ、はっ、にゃっ、今いけそうだったな。すなわちんちん、こういうこと。はい、もう何もない。行っていい、行っていいっすか。はい、あぶねえ。はい、で、ん、降りていいのかな。え、もう一周、ちょっと、はいはい、で、あ、こっから一段ジャンプでそっちまた水の中入って左ルートに行けよってことか。はい、オッケー。ここも一段ジャンプで二段ジャンプ目残しといた方がいいだろうな。はい、あ、なんてことなかったな。はい、これは流れが早いよってことだな、やっぱり。はい、行くぜよ、にゃっ。あそこの2連は一段ジャンプでいけんのか。はいはい、にゃっ。これ気のせいじゃなきゃここめちゃくちゃ難しいかもしんないですね。ちなみにこれ流れには逆らえないね。あれ、1回のジャンプとかでいけんのかな。あ、なんだ、カン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 でいけんじゃんここ。なんだ、じゃあそんなに難しくは、まあ難しいな。はいはい、カン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 でいける。はいはいはい、さあ行き方さえ分かればね、なんとでも。うわ、こんで、はい、にゃにゃ。忙しいなここ。はい、にゃちくしょう。ここまではいい。あう、いった、ちょっと、うっそ、惜しかったな今ので。にゃっ、にゃっ、うわ、そろそろ突破したいなここ。はい、で、はいはいはい、オッケー、セーブ、やっといった。むずかったな。で、まだ流れが、ちょっと待ってよ、やべやべ、ちょっと、わかりました。で、上下だから、はい、落ちてくるな。
落ちてくんなよって言おうと思ったら落ちてくる。さすがだわ。はい、お前も。お前は大丈夫？己は大丈夫？にゃーちくしょう。はい、で、1個目が落ちる。あう。はい、よっしゃ、こういうことね。で、ちょっと待って、リンゴがさ、やばくないかこれ。一回ここで、あう、一回そこでやり過ごすことになるんで、はい、はい。で、次、ここ。はい。ちょっと待ってよ。やべ、うわ、ここしんどいな、結構。はい、はい。で、次、はい。行ってしまえ。はい、はい。で、にゅん、行った、よっしゃ。で、また、ちょ、ここ忙しくない？あう。あ、でもなんかそんなに難しくないかも。はい、はい。やべ、にゅん、行った、よっしゃ、こっからセーブ。よーし、もう殺してもらっていいですよ。下かな、あ、下ですね。じゃあ行こう。あ、ボスだな。じゃあボスもやっちゃいましょう。前回の下ルートに比べたらそんなに難しくなかったな。おい、いきなり。はい、いや、ちょっと待って。で、あ、またまたそういう感じ。はい、いいよ、初見でいけるとこまで行こう。ちょっと待ってって、またそれになるのか。今回体力の表示がないんですよね。で、針打つとかでもないから、どうすりゃいいんだろう。はい。で、またこれを避けて、今度は左に走っていく。はい。はい。さあ、次は？なんだなんだそれ！おい！おい！ちょっと、うーわ！ええー！序盤の動きは分かったけど、どうすりゃいいのこれ。え、いつ俺の攻撃ターンは来るんですか。どうすりゃいいんだ本当に。おい、ちょっと待ってよ。はい、で、やばい、黄色いやつ出してくる。ちょっと待って、避けられない形やめて。あう、あぶね。はい、で、また黄色いの出してくるから、ちょっと避けられない形はほんとやめて。ちょっ、オッケー。で、次やばい黄色いのが来るから、これ多分乱数なんですよね。避けられない形で来る可能性も大いにある。で、青いのが来る。はい、危ね、ちょっと待って。はい、で、これもまた乱数でしょ。どうせいいの、乱姉ちゃん、危ね、何が来る？ちょっと！やべ！あう！え？ん？あ、あ、水の中になった！こんで与えられるようになるのか！はいはい！で、ダメージ与えると、ちっちゃいやつを出すようになると。はい。それは分かったよ。パターン変わんのかな？やばい、これどんどん避けんの大変になっていくやつだな。やばいやばい、倒しちゃいたいけど、ちょ待ってよ、やばい、苦手なんだって。おい、落ちてくれ。ちょっと密度がすごいことになっちゃう。落ちろこの野郎。やばい、あかん。よっしゃ、何、もう一戦あんの？倒したわけじゃないの？おい、マジでか。ちょっと、それはないって、それはないって、本当に。またこっからなの？マジで強くないこいつ。さあ、だいぶ長い付き合いにはなってるから分かってはきました。そろそろ倒したい、本当に。はい。で、もう一丁。はい。とりあえず色濃いやつだけ飛べば良さそうですね。
はい。で、やばい黄色いやつ。ほんとこれ次第。頼むぜ。はい。で、青いのが来る。なんか微妙にこれも時期っぽいんだよな。で、運命の。大丈夫。オッケー。よっしゃ。死ぬなよ、ここで。はい。じゃあ戻ってはきた。意外とここが正念場だからな。もう序盤はいいとして、後半このちっこいリングが増えてからが本当にやばいから、ジャンプボタン頑張って。はい、結構押したつもりでもね、最近やべ、押せてないことが多いから。はい、来てくれ、もう早く。はい、もうちょっとこれぐらいになってからやばいから、しっかりちっこいの見ろ。あと一発頼む。落ちろこの野郎。オッケー、第3ラウンドですね。しんどいこいつ本当に。でこれは下手に下降りない方がいいかもしれないですね。でなんかリンゴ出てきて針がこうやって降ってくるんですけど、多分あの降ってくる針はランダムだから位置によってはやばい。待ってよ、もうやべ、連打の手は緩めない。どこで当たるか分かんないから。待ってよ、やばい、待って、ちょっとあとちょっと頼む。よっしゃ、やっと倒した、強かった。はあ、しゃあ、じゃあなんとか今回ミリルートをこれでクリアすることができましたんで、次回残すところ、上ルートをですか、進めていきたいと思います。というわけでここまでご視聴いただきましてどうもありがとうございました。次回もまた見てくださいね。はい、バイバーイ。